はい、今朝の体重 81.6kg、 85.5。 はい、今日の食事です。はい、今日の体重 82kg、 86cm です。はい、今日の食事です。今日の体重が 82.4、 85cm です。今日の食事です。はい、今日の体重が 81.3kg、 86です。はい、今日の食事です。今日の夜は外食する予定なので結構少なめになってます。今日の体重が 82.4kg、 腹囲が 85.5 です。はい、今日の食事です。今朝の体重が 82.1kg、 85cm です。今日の食事です。はい、今日の体重です。 81.9kg、 85.5 です。はい、こんにちは、ジェイクモです。早速ですね、今週3週目ですね、3週目の体重と体重と腹囲の計測をですねやっていきたいと思います。はい、じゃあね、腹囲から測っていきます。よいしょ。腹囲が 87.5。 で、体重が、はい、体重がね 82.7。 はい、ですね、まあ、3週になってこれね、全然体重減ってないんですよね、実は。まあ、ちょっとね、あの日々の計測だと、てか今日の朝とかだと体重は、81.5 ぐらいだったかな、そのくらいだったんですけど、あの結構ね、まあ、体重が停滞している感じ、停滞っていうかね、まあスタート時からかなり停滞してて、で今回ね、3週間やったけど、まあ、いつもだったら 3-4kg ぐらいはね、一瞬で落ちるんですよ、最初。でそこから停滞期みたいな感じなんですけど、最初からスタート時からね、停滞期みたいな感じでちょっと困ってですね、まあ困ったっていうかね、あの、まあ、原因が3つぐらい考えられて、まあ、僕の中でね、思い当たるやつがあって、まあまず、1個目がね、最初スタート時に結構下痢になって、でそれでまあ、代謝がすごい落ちた状態からスタートしたっていうのが、まず、まあ、一個原因かなっていうのがあって、それとね、あと、水分量が足りてなかったのかなっていうのがあったんですよ。で、まあ、水分量大体1日目安として4リッターぐらい取るようにしてるんですけど、ちょっとね、それが、もしかしたら足りないのかなと。まあ、結構ハードな運動をするんでね、もっと取らなきゃなんないのかなっていう、のもあったりとか、あとは、まあ、単純にカロリーがオーバーしてる、思ったよりカロリーが全然、まあ、2000キロカロリーにしてるんですけど、2000キロじゃ全然多かったのかなみたいな、そういうところがあって、ちょっとね、土曜日にパーソナルトレーナーっていうのをね受けてるんですけど、ちょっとそのまあ僕の受けてるトレーナーがですね、あの、まあ、ボディビルの競技で、結構ね、いいところ行ってるような人なんですよ。で、ボディビルダーの、まあ、観点から、どういう風な減量とかね、今、あの、僕がこんな状態なんで、どうしたらいいですかねみたいな相談をしてきたんですね。そしたら、ちょっとね、まあ、いろいろと原因は考えられるけど、ちょっと体がね、反応しない状況に陥ってるんじゃないかみたいな、そういうアドバイスいただいて、まあ水分量とかね、そういうのは、まあ別に問題はないでしょうと。まあ4リッターぐらい取れば全然問題はないですよっていう。代謝が落ちるとかそういうのはなくて、むしろ、いいんじゃないかなと。適正な量取れてるんじゃないかなっていうような話はいただけて、まあちょっと体がね、反応しない状態に陥っちゃってるんじゃないかっていう話で、じゃあどうしたらいいかっていうので、ちょっといろいろと相談したんですけど、ちょっと、来週1週間、ガラッとね、食事を1週間だけ変えてみて、で、それで体の反応っていうのをですね、ちょっと試してみようかな、ということになりました。で、具体的に何をやるかっていうとですね、ほぼカロリーをプロテインのみにするっていう感じですね。まあ今だと、
まあ、朝は卵を取ったりとかで脂質ですね、脂質とあと、まあ、それぞれの食事にだいたいちゃんと糖質をですね取って、で2000キロカロリーっていう風にしてたんですけど、それをね、まあ、1日の食事っていうのを全部プロテインだけにして、まあ、ちょっとねあと野菜分とかは取ろうかなとは思ってるんですけど、まあ、ブロッコリーとかね、あと最近でかさ増ししてる、まあ、ブロッコリーとかわかめとかあとこんにゃくとか、ちょっと1週間ね体の反応を見てみたい、見てみようということになりました。かなりねハードなんで、これがね精神的に耐えられるかっていうのがだいぶ怪しいんですけど、ちょっとそんな感じでね1週間やっていきたいと思います。でね、ちょっと土曜日に1日の、まあ、今やってるですね、まあ、先週までやってた食事のね準備風景みたいなのをビデオ撮ったんで、ちょっと見ていただこうかなと思います。ということで、で、まあ、それはそれとして明日からそれをやるんですけど、今日はですねちょっと、まあ、ハイカーボデーにしようかなと、まあ、そのね糖質とかね脂質とかもガッと落とす前に一回ハイカーボにして、ハイカーボって糖質ですね、糖質をガッて取ってで反応高めた上で落とすみたいなことをやろうかなと思って、ちょっとねいろいろ買ってきたんですよ。もうねせっかくなんで食べたいもの、柿の種ですね、亀田の柿の種とサキイカ、このねトップバリューのこのサキイカ結構好きで、これね栄養価がねいいんですよ。結構糖質はね結構高いんですよ。まあね味付けしてあるからだと思うんですけど、糖質は結構高くて、でもタンパク質はだいぶ高いですね。でも脂質はねこれ 100g 食べても 1.3g、 これが120なんでねだいたい2もない感じですかね。これとあとこれね、このせんべい、いちごたる焼きってやつなんです。これね、90元ぐらいなんですけど、このせんべいめちゃくちゃ美味しいんですよ。三幸製菓っていうところのね、三幸製菓さんのせんべいなんですけど、これね、安い割にはね、本当に美味しい。なのでね、これで、ちょっと今日はね、ハイカーボデーっていうことで、これで、まあ、チートみたいなことしてね、それでちょっと明日の反応を見たいと思います。明日というか来週の反応をね、体の反応を見て、あとね今有酸素運動を1日おきにしてるんですよ。1日やってその次の日には有酸素はなし、まあトレーニングはするんですけど有酸素なしで、有酸素なし有酸素みたいな感じでやってるんですけど、それをねちょっと毎日有酸素を入れるようにしたいと思います。だからあれですね、まあ、食事のカロリーは減らすけど、むしろトレーニングはねよりハードにしていこうと思います。これでね結構、まあ、変わってくれないと困るんですけど、うん、どうなるかなっていうところですね。ちょっとね今までの減量とかだとこういうやつはね今までやったことないんで、まあその絶食に近い形ですねみたいなやつはね一回もやったことないんで、どんな反応になるかっていうのがね全く見えないんですけど、まあそれでねうまく反応してくれるといいなと思っております。じゃあね早速カーボでやっていきます。ハイカーボしていくんですけど、ただねちょっとねこんなのが届いたんですよ。これ何かというとですね、プレミアムモルツで今キャンペーンやってまして、神泡体験キットってやつですね。これ石原さとみさんとかが YouTube とかで動画に出してたりとかするんですけど、まあ、サントリーのね公式のページで出してるんですけど、なんですかね超音波を使ってクリーミーなね泡を作るみたいなこういう機械ですね。これをね、ちょっと手に入れて、もうせっかくだからこれ使って1杯だけね、これ1本だけちょっとやってみたいなと
思います。ということで、まあ、早速入れていきたいと思います。こうやって刺して説明書もあるんですけど、1ビールを注ぐ、2を泡をのせる、7分目まで注ぐ、7分目、ちょっと両手で持たないと落ちるぞって書いてありますね。7分目、これね、あのビールの注ぐグラスね、はね、あの一回水とかで濡らしとくと余計な泡とかが立たないんでね、いいと思うんです。濡らしといた方がいいと思うんです。で、これで泡をのせる、紙泡スイッチを押しながら徐々にゆっくりと缶を傾け泡をのせていきます。これですね、多分これが紙泡スイッチだと思うんですけど、これを両手で支えて押しながら缶を傾けていく。あ、なんかシュワシュワ言ってる。おー、すげー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 、うわ、すごっ、なにこれうわ、めちゃくちゃいい泡、美味しそう。これ泡の向こうに石原さとみを感じる。写真撮ろう。もうちょいビール注いどいた方が良かったかもしれないですね。はい、じゃあいただきます。で、来週ちょっと減量頑張ります。うわ、すごっ、泡めっちゃクリーミーこれね、これね、マジいいですよこれね。まあ洗わなくていいっていうね、ちょっと垂れちゃったけど、これ実際にここに触れるわけじゃないんでね、別にちょっと拭くだけでいいかなって感じですし、発明って書いてあるけど、これ相当すごいですよ。今までね、あの超音波のやつとかは結構、まあ、出てたりとかはするんですけど、こんな風にね、あの触らなくていいやつ、洗わなくていいやつって結構ね、あのなんていうんですかね、上にかぶせるやつとかのタイプはね、洗うのめんどくさいんですよ、ベタベタしちゃうしね。なんですけど、じゃあいただきます。まあ、たまにはいいでしょ。全然結果が出てないけど。という感じで、今日糖質と、あとね、タンパク質取って、まあ、アルコールちょっとだけ入れて、本当はね、アルコールなんてね、体に良くないんですよ。あの筋肉にも良くないし、減量にもね、最大の敵なんですけど、まあそれは分かってるんですけどね、たまにはいいんじゃないかなと。今日ぐらい許してください。うん、美味しい。来週頑張ります。じゃあまた。はい、いつものね、朝食とか、まあ一日の食事の今日準備をしていきたいと思います。はい、まずはですね、キッチンスケールで鶏肉を、このあの2キロ単位で買ってきてるんですけど、まあ、300g、 これ今340なんで、まあ、296g ですね。皮なしの鶏胸肉 300g ですね。これを、朝食はいつも温泉卵4つっていうふうに決めてるんで、この鶏の胸肉をですね、まあ今日残り、お昼、おやつ、夕飯みたいな形で3食に分けたいんで、これを3等分、まあ、3つに分けられるような形に切っていきます。
まあ、雑にですね、まあ、等分ってほどではなくてもいいんで、でそれでこのままだと結構分厚いんで、分厚くて火が通りづらいんで、これを、まあ、こういう風に斜めに切って、反対側も雑に切り込みを入れてですね、まあ、俗に言うダイヤモンドカットですね。でいつも焼いてるのはスキレットで焼いてます。でいつもスキレットで焼いてるんですけど、スキレットで焼くときにこれ、コストコで買ったスプレーのオリーブオイルですね。これを、まあ、これかけても脂質的には多分 2g とか、まあ、多くて 3g とかだと思うんで、まあ、一応測ったんですけどね、このくらいのシューってかける量で大体 2g ぐらいなんで、まあ別に気にするほどではないかも。でこれを焼いていきます。で味はクロセのスパイス、まあ、大体いつも、まあたまに味を変えたりとかするんですけど、大体クロスのスパイス使ってますね。これだけでもう大満足。この状態で1個火力を落としてタイマーを、まあ大体いつも5分ぐらいかけてしてます。で蓋をして肉を焼いてる間にね、プロテインのいつも飲んでるんですけど、朝一のやつをですね、で軟消、まず軟消化剤デキストリンを、ちょっとね僕よく便秘になるんですよすぐ、なのでそれの対策も含めてね、まあ結局これ飲んだところで気休めにしかなってないんですけど、これと、まあ、これを軟消化性デキストリンを大体プロテインに入れるようにして、あとはプロテインパウダーを、プロテインパウダーをね2杯、これでタンパク質ベースで、40g 取れる計算になってます。でちょっとねこれ水を入れてちょっと多めに入れてます。まあ多めってことでもなく、それでねこれホワイトチョコレート味なんですけど、まあ、たまに、ね、味変えて、これフレーバードロップってやつなんですけど、これストロベリーこういう風に入れると、これでいちごミルクみたいな味になるんで、これでシェイク、もうマイプロテインのホワイトチョコレートなんですけど、かなり溶けが良くてね、これだけ全部溶けます。うん、美味しい、最高。はい、で、まだね時間焼いてるんで、その間にまあお弁当の容器にですね、ご飯入れていきます。はい、お弁当分のご飯ですね。これが、100g が2つと 50g が1つ。もうだいぶ焼けてきたんじゃないかな。あとね、余熱で焼き目をつけておしまいです。焼き上がりました。で、これをこっちのね
で鶏肉をねこっち側に入れていくんですけど、こっち側にねよそう前に、いつもかさ増しのねこう、こんにゃくとごぼうの煮物ですね。まあこれ自分で作って作り置きしてたんですけど、これを雑に、まあこんにゃくとごぼうなんてもう大してカロリーないんで、でそれでカロリーがない上に結構歯ごたえとね、まあ腹持ちみたいなのが結構いいんで、なので、まあ、かさ増し要因として入れてます。全部入れちゃうか。まあ煮てるのはこれだしと醤油とあと唐辛子だけで煮てるんで、もうほぼカロリー言ってるみたいなもんですね。でここに、あこのねご飯なんか色ついてますけど、これ別に炊き込み、まあ炊き込みには炊き込みなんですけど、味がついてるわけじゃなくて、これ玄米、あともち麦、ひじき、あとちょっとね今回そばの実をね殻のまま入れるみたいなのが、そういう炊き方もあるみたいなこと聞いて、でそばの実を入れてます。でそばの実とあと切り干し大根がねちぎって入れてあります。でここに焼いた肉をドンと、でさらにここにこれですね、冷凍のブロッコリーを2つに乗っけていきます。もう食べたい量だけ。これ花まさのやつですね。意外とね悪くないですよ。はい、これでお弁当完成です。はい、で朝食の準備していきましょう。でまずこれいつも食べてるね、これで温泉卵、夜のうちにいつも作っちゃうんですよ。夜寝る前に、まあ、にこれ卵を4つこの中に入れて、で熱湯を18分熱湯で18分放置しておくと、そうするとできるっていうやつなんですけど、これかなり便利で、でこれね、まあ、18分やったらその後に、まあ、それ以上茹ですぎないように水につけてるっていう感じですね。でこれね容器にバッチリでしょこれ。ちょうどいい硬さ。あとはお湯沸かして、でキケトルでお湯沸かして、その間にご飯よそっていきます。はい、でご飯が 100g ですね。ご飯 100g に、あとお湯沸かしてるんで、これで味噌汁作っていきます。で具はね、基本的にいつもわかめ。これね、なんかね、どこのやつだろう。よくわかんない、メーカーが書いてないんですけど、これイオンで買ったやつなんですけど、これがね、まあ、肉厚って書いてあるだけあって、結構ね歯ごたえがあるんですよ。これをね雑に結構な量食べます。まあ、カロリーなんてねほとんどもう大したことないんですよ。100g ってこれが全部で 100g なんで、あこれ全部で 80g しかないんですけど、これ全部食べても138キロしかないっていう感じですね。で炭水化物が 41g ってなってるんですけど、この41っていうのはねほとんど、まあ、ここに書いてあるわ、糖質が 6.2%、 あとは全部食物繊維ですね。なんで気にしなくていいです。で、あとは他に
まあ、切り干し大根かとろろ昆布入れてるんですけど、今日は切り干しにしましょう。まあ、飽きさせない工夫ですね、自分に食事を。で、雑にこのぐらい、雑にこんくらい入れて、まあ、いつもだいたい手抜きなんで、顆粒の出汁を、まあ、ほんの少しですね、ほんの少し入れて、液体の味噌、まあ、こっちにもね、出汁入ってるから別に出汁入れる必要ないんですけど、これちょちょちょっと、まあ、自分の好みの量入れて、あとは、お湯を入れて、これで、今日の食事、完成です。はい、今日一日の食事ですね。こんな感じです。これプラスね、あと足りてないタンパク質。まあ、これが鶏肉の 300g なんで、まあ 60g ですかね、タンパク質。なんで、卵が4つなんで、タンパク質が1個7なの、7ぐらいで計算して、7×4 で、28g。だから 88g。で、それプラス、プロテインとかを飲んで調節していくっていう感じですね。はい。